生き物たくさんこうチャンネル、日本ヤモリのシマちゃん、お引っ越しをします。この前シマちゃんの姿に異変がありました。体が白くなっていたんです。これはなんとシマちゃん初めてのしばらくすると白い皮がなくなったみたいです。こんな感じにきれいに脱皮できました。残っている脱皮の皮はこれだけ。顔の部分ですね。残りは食べちゃったんでしょうかね。というわけで前と比べるとなんとなく立派に。飼い始めた頃は4センチぐらいでしたが、今は約6センチまで成長していました。というわけで今の虫かごでは小さくてかわいそうなのと、冬を迎えるにあたり大きめのお家に引っ越したいと思います。ちなみに今のお家はシェルターのみのシンプルな感じです。シマちゃんの新しいお家セットが届いたので見てみましょう。まず出てきたのが体温湿度計です。爬虫類は温度と湿度管理が大切なんです。次に出てきたのはパネルヒーターです。冬の必需品です。最後はこちら、ゲージです。周りはガラス製なので頑丈です。早速お家を作りましょう。まずは体温湿度計ですが、このように裏側に吸盤がついているのでペタッと貼り付けることができます。日本ヤモリの最適な温度は20度、湿度は60%〜70%と言われています。床にはキッチンペーパーを敷きます。キッチンペーパーのメリットは簡単に取り替えられるので、うんちなどの処理が楽です。常に清潔な床ができるというわけです。次に今までも使っていたシェルターを入れます。これはウェットシェルターというもので、この中に水を入れることができ、湿度を上げることや水飲み場として使えます。この中はシマちゃんの大好きな場所になっています。次にパネルヒーターです。ゲージサイズの半分か3分の1ぐらいの大きさを選びます。このようにゲージの下に差し込むだけで OK。 あとは電源をつなげば床が暖かくなります。ゲージが広くなって寂しいので、沖縄で拾ったサンゴを飾りで入れてみます。なんだかいいか
突然家が変わっていたらびっくりですよね。ここはどこって感じかな。このジャージは蓋が大きくてパカッと取り外すことができるので、餌のコオロギちゃんも簡単に慣れたみたいです。サンゴの上が好きなのかな。いろいろ遊び回ってなんだか楽しそう。これで冬に向けて準備は OK！ 引っ越し大成功！シマちゃんの餌、コオロギちゃんの家作りや育て方もまた別の動画で紹介！